中年オタッキーです。先日もね、コニカ原爆監督っていうね、まあバケーションカメラですね、いわゆる、をやりました。コンパクトカメラ系の動画をやりましたが、今日もコンパクトカメラ系の動画になるんですね。これまあライブではね予告しましたけどね、フジカ GER っていうカメラで写真撮ってきました。でね、まあライブでも言いましたけど、コンパクトカメラのね動画を作ると伸びないんですね。でもね、ものすごく面白い、コンパクトカメラで写真撮るのすごく楽しいんですよ。メカオタクとかね、機材マニアの人は興味ないのかもしれないんですが、ぜひね、コンパクトカメラで写真を撮ってほしいと思ってね、動画を作り続けています。そんなわけで今日はね、フジカ GER の紹介になってまいります。このフジカ GER なんですけどね、発売はね1973年だったみたいですね。価格は2万7000円だって、結構2万7000円結構しますよね。当時で2万7000円って結構いい値段だと思います。シャッターユニットはね、成功者のね、電子シャッター、なんて名前かちょっとわかんないですけど、電子シャッターで電池を入れないと何もできないカメラになります。この辺はね、オリンパスの 35DC とか、あのあたりと似たような感じになっていくのかな。まあ、基本的にはプログラム、EE 式のカメラになります。このね、絞りダイヤルのところに A がつい、基本的にこの A に合わせるんですね。A に合わせたらシャッタースピードも、変化しますし、絞りも勝手に変化する。全自動のカメラになります。露出は全自動のカメラになります。これを絞りを変えるとシャッタースピードが30分の1固定になって、フラッシュモードになりますね。で、ピント合わせはね、こんなにちっちゃいカメラにもかかわらず、20度合致式の距離計連動式レンジファインダーカメラになるんですね。で、20度はね、まあ標準的なものですね。その、高級機と比べると若干やはり、頼りないものにはなりますが、十分使えるものになっています。でね、面白いことでこれね、これはターミナルのカバーがありますけど、これを外すとね、フラッシュのマークが出てくるんですね。これ何のためについてるのかよくわからないんですが、これを外すとフラッシュのマークがついています。フラッシュがついてるよーっていうことなのかよくわかんないんですけどね。で、フラッシュマチックも一応ついておりますので、フラッシュマチックを使って、撮るのがおすすめだ。これ絞り値じゃない、これガイドナンバーだ。ガイドナンバーでした。すいません。ガイドナンバーに合わせて、ガイドナンバーを合わせると、その、ピントを合わせた距離で絞りを調整してくれるというフラッシュマチックがついてますね。で、巻き上げとかもね、すごく軽いんですけど、このオリンパスの 35DC でも同じシャッターユニットもね、搭載しているカメラ、みんなそうなんですけどね、巻き上げが異常に軽いんですね。軽いからといってね、荒っぽく回すとね、パーフォレーションが破れたり、コマ落ちするんで、なんかゆっくり回すっていうのはね、基本だと思います。でね、このカメラのね、すごく珍しいというかね、今は全然珍しくないんですけど、このね、フィルムの種類を除く穴がこのカメラついてます。この時代では相当珍しかったと思う。これがもしかしたら元祖かもしれないですね。でね、ここね、ここの窓にね、その、フィルム吸送されてるよっていうね、これフィルムがね、送られるとぐるぐるぐるって動くんですよ。結構ね、そのフィルム装填に失敗してね、そのまま写真を撮ってね、後でゲー撮れてないっていうのはあると思うんですけど、ここを見たらね、フィルムを装填していたらこれぐるぐるぐるって動くんで、あ、ちゃんと送られてるなっていうのがね、すごくわかるんでいいと思います。で、電源スイッチがね、よっ。あれ？セルフタイマーですね。セルフタイマーだとこれランプがつくんですね。かわいい音で切れますが、はい、シャッターの音よりもこのシャッターボタンが弾き上がる方が、音が大きいんですけどね。で、露出はね、CDS 素子がここについておりますが、外部露出系になります。で、電源スイッチはないんですよ。電源スイッチはね、もうキャップをかぶせれば、やっと。これ合わないから。キャップをかぶせて CDS 素子が、塞がれることによって、電源が切れるシステムになってます。ちなみに僕はキャップを持っていません。今合うキャップねえかなと思って探してるんですけど、
ねえな。そんなわけでね、これレンズはね、富士ノン 38mm F2.8 ということで、このレンズね、結構いろんなカメラに使われていると思います。以前も紹介しましたけど、フラッシュ富士カにもついておりますし、先日ね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいたカメラも多分このレンズじゃないかな。よっ。これ、富士カオートフォーカス QD ですけど、うん、やはりそうですね。38mm の F2.8。だいたいね、この手のね、コンパクトカメラはね、一度、いいレンズを作ったら同じレンズを使い回すっていう傾向が強いです。それはね、オリンパスとかにもそうですし、キャノンでもそうです。キャノンの場合は、40mm の F2.8 というと若干長い、もうキャノンはちょっとへそ曲がりなとこがあって、よそのメーカーに合わさないんですね。で、コニカ C35 も 38mm の F2.8 だったと思います。基本的にはみんなテッサーのね、コピーレンズだと思いますが、平均的に写りはいいです。まあ単焦点ですしね、F2.8 ということでね、そこそこの明るさでありますが、写りは非常にいいものになってますんで、で、ここからはね、このカメラで撮影した作例となってまいります。今回はね、ケントメア400っていうモノクロフィルムを使用して撮影しました。ここから作例になってまいります。はい、作例ですけどもね、まあ1枚目からね、街角のシルエット系の写真ですけどね、非常にね、黒がしっかり出ていると思います。かなりこのカメラね、露出が正確です。解像度もね、これ400のフィルムなんでちょっと荒っぽい写真にはなってますがね、このようにね、レンズの解像度はバッチリ、解像感がいい写真になってますね。でね、こちらもそうですが、38mm ということで若干広がりがある写真ですけども、スナップ写真にはね、このぐらいの画角が向いてるんですね。で、逆光もね、そんなに弱くはないです。まあ昔のレンズですからね、そこまで強くもないですけどね、逆光にもまあまあ対応できるようなレンズになっております。この写真を見たらよくわかりますね。フレアはそんなに大きく出ないです。で、まあ解像感はこのようにね、非常に高いもの、さすが単焦点のレンズということで。で、レンジファインダーカメラということで20像で合わせれるんでね、ピントもね、しっかり合わせれるんで、まあ、解像感の写真、高い写真を作りやすいんですね。で、こちらはね、ちょっと露出はどんなんかと思ってね、この木漏れ日の間、撮ったんですけど、いい感じで撮れております。で、広がりのある写真ということでね、このようにね、風景をね、いい感じで撮る、こともできますし、仲間内をね、撮ったり、記念写真とかにもね、非常に向いてるカメラになると思いますね。で、カラーで撮ったことはないんですけど、フラッシュ富士カと同じレンズということで、カラーではかなり色が出るレンズになると思います。これはね、以前さ、紹介してる、フラッシュ富士カの動画を見ていただければわかると思います。で、最後の写真こうやって、ね、ちょっとフィルム最後切れちゃってるんですけど、AE でね、夜のコンビニを撮ってこんなに綺麗に撮れてしまいました。そんなわけでね、この外部露出系のカメラなんですけど、いつも言ってますけど、非常にね、露出がいいんですね。もう本当にね、もう TTL って何ぞやって話。もう一眼レフなんかもうどうしたことかっていうね、感じでね。で、この間のね、ライブの、動画でも説明しましたけどね、外部露出系のカメラ逆光にめちゃくちゃ弱いじゃんっていう話なんですけど、これね、露出、AE ロックをすることによって、比較的いい写真が撮れます。まあ、例えば太陽が照ってて、人が立ってて、それを撮るとすると、被写体が真っ黒になるじゃないですか。だからね、これ下向けてね、シャッターを半押しします。ほんで構え直して撮ると。明るいところを見て撮ると、このシャッターがね、早く消えてるでしょ。でね、下を向けて AE ロック。わかりにくいか。まあね、下を向けて AE ロックして、逆光補正をして撮る撮り方。これがね、非常に有効に使います。このやり方を覚えるとね、順光でも逆光でもね、一眼レフカメラよりも正確な露出で撮れるんですね。この外部露出系のね、カメラ、舐めちゃダメです。本当にね、いい写真が撮れます。で、これはね、単焦点レンズということでね、で、ピントもその20像合致式で合わせれるということでね、本当にいい写真撮れますんで、で、何よりもね、
ちっちゃい、軽い、気軽に取り回せる。しかもね、カメラ自体が安いんですね。これジャンクだったら700円ぐらいで売ってます。そんなわけでね、もう気軽に持ち出せるんでね、非常におすすめのカメラになりますね。だって高いカメラはね、ブンブン振り回して歩くの嫌でしょ。でもこれだったら別にね、ぶつけて壊してもね、なんとも思わないぐらいの値段で買えるんでね、そこはいいと思うんですよね。で、実際撮ってて楽しいですし、いい写真も撮れるということで。でね、こいつのね、最大の欠点は電池です。これね、電池どっか行った。電池がどっか行った。これね、スペーサーを入れてあるんですけど、これ現状で売ってない電池になるんですね。ちょっとね、この電池の入れ方を工夫しなければならないんですが、もう欠点といえばそれぐらいです。他はないですね。というわけでね、価格も非常に安い、ジャンク箱にゴロゴロ入っているカメラですし、非常に写りも良いのでね、ぜひ、入手して使ってみてはどうでしょうっていう感じですね。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからは、俺のカメラじゃねえや、作品トークのコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはヒデさんですね。中年うたきさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。今回は組写真を投稿させていただきます。今年の東北は梅雨入りが遅いです。ですが雨の日も撮影をしたいと思い近所に出かけました。雨の日の撮影はコンデジが便利です。傘を差しながら撮影しました。作品名は花びらはどこ行ったです。カメラリコー GR3、レンズ GR レンズ 18.3mm2.8 ポジ調で撮影しましたということですね。作品なんですけれどもね、非常に面白いビニール傘をね、まあ、アクセントにした非常に面白い写真になってますね。ただ2枚目と3枚目はね、結構緑かぶりしているように見えます。うん、ここはちょっと面白いな。なんで緑かぶりになったのかというのが不思議ですね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次はね、のりかずさんですね。お疲れ様です。今回は組写真でお願いします。毎月給料日前になるとフィルム代やデジ、現像代が痛いので、ついついデジタルのみの撮影になってしまいますが、せっかくなのでデジタルの可能性を追求しようと思って頑張ってみました。ニコンのピクトコントロールを駆使してアニメ風に作り込んでいます。とにかくカメラの設定だけでどれだけできるかやってみました。タイトル、アニメの中の風景。カメラ、ニコン D7000。レンズ、AIAF50mmF1.8D。ピクトコントロールの設定はバックアップするのを忘れて分からなくなりましたってことなんですけど、作品なんですけどね、これ本当にね、なんかジブリに出てくるようなね、風景、になっております。これ2枚目もそうなんですが、これ色調でアニメっぽくなるっていうことなんですかね。僕はやったことがないんですけども、そんな感じなの、色がそんなアニメっぽい感じになるのかな。それとも解像度がアニメっぽい感じなのよくわかんないですけど、確かにね、特に1枚目2枚目はアニメっぽく映っておりますね。面白いですね。まあデジタルならではということですね。のりかずさん、ありがとうございます。次はね、LP500S さんからですね。おたぎさん、いつも動画楽しみにしてます。朝食前に良い日差しが入ったので撮りました。カメラ X Pro 2、レンズ、XF18mmF2F5.6/60分の1、クラシッククローム、富士の色味が好きですということなんですけど、作品なんですけどもね、光があってね、非常にいいんですが、もう一工夫欲しかったかな。こういう光の時はね、小物を追求した方がいいですね。特にね、右側にね、ポケットティッシュが入っているのがちょっと邪魔な感じがします。室内でね、撮る時はね、結構ね、置物、とかにこだわった方がいいと思います。もう一工夫ですね。はい、 LP500S さん、ありがとうございます。次がケンちゃんさんですね。ケンちゃんです。いつも楽しく拝見しています。作品動画です。お題はガンダムです。休業中に行ってみました。リコーマイポートズーム 320PS。知らないなぁ。富士カラー100。2枚目がね、お題が自粛中です。同じくリコーマイポート、富士フィルム富士カラー100。
北村の現像機が直ったのでやれやれですって。結構ね、北村の現像機壊れたり直したり、僕もね、経験ありますけどね、行ったら現像できなかったっていうね。で、作品なんですけどもね、1枚目。これね、これシャア専用ザクかな。でも色がね、ほとんどモノクロになってるんですね。こう面白いな。なんでこんな色になったんだろう。不思議。で、2枚目はしっかりカラーが出ています。本日休園、クローズドということでね。僕もこの手の写真結構撮りますが、もう一工夫ですかね。構図。これ日の丸構図になっておるんですけど、もう一工夫ね。低い位置から撮ったり、高い位置から撮ったり、いろいろ工夫してね、構図を研究すると、ちょっと変わった写真になって、一目置かれます。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。残り1名ですね。で最後はね、ヘボさんかな、ヘボさんかなの、さん、ヘポさんかな、オタキーさんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただきます。先日30年来の付き合いの同級生のムートンさんとカメラ散歩してきた時の着品を投稿させていただきます。ムートンさんも投稿していたのに同調しましてということですね。1枚目がね、小福ライモン、小福ライモンでいいのかなこれ、カメラペンタックス PC35A オートラフィルム富士スペリア Xドラ400、名古屋の下町エントン寺でいうのかなこれ、で見つけた町屋の玄関に飾ってあった面を撮ってみました。2枚目はまあ寄ってきやカメラフィルムとも1枚目と同じ、こちらも別の町屋の玄関にいたタヌキの置物です。置物の質感がよく表現できていたので投稿してみましたということですね。作品なんですけども、これはね、もうこれもうちょっと工夫欲しかったな。バンチがバーンと入ってますけどね。なんかもう一工夫欲しかったですね。2枚目はね、非常に面白い写真になっております。これ多分その玄関の下にあった置物なんでしょうけどね。光は全然ない写真になってしまっているのが残念かな。うん。ちょっとルール違反ですが、その時のムートンさんのピカイチと私のオートロを並べて撮ってきました。どちらも見かけによらず、なかなか高性能の可愛いカメラですということですね。コンパクトカメラ、2台、ニコンピカイチは結構値段しますね。ペンタックスのこれね、なんだっけ、GS35 だっけ、こちらはね、ちょっとマニアックというか、なかなか見ないカメラになりますね。どちらもコンパクトで撮ってきてるということで、コンパクトカメラで取り上げる非常に楽しいものだと思いますね。はい、ヘポタンさんありがとうございます。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ヒータンさんの俺のカメラですね。先日のキアリナさん寄贈の初代ハイマチックが紹介されたので、うちの初代ハイマチックも俺のカメラに投稿してみます。うちのハイマチックもほぼ完全体です。マーキュリー7搭載のハイマチック、ミール搭載のアルファ 8700i。宇宙カメラ兄弟ともとも大事にしていこうと思います。宇宙兄弟っていうなんか、あれがありましたけどね。これ宇宙カメラ兄弟なんですね。で、な、使ってるね、三脚がね、なんかいかにもね、宇宙っぽい。カメラ。これね、俺のカメラということでね、まあ、ミノルタのね、ハイマチック初代ということでね、これも綺麗な答えになりますね。このカメラね、なんか使用方法を間違ってね、故障している個体がすごく多いというキアリナさんの説明だったんですけども、大事に使っていこうと思いますね。映りはね、もう絶対にいいと思うんでね、試写が楽しみであります。はい、俺のカメラはここまで、このやったらやっちまったのコーナーになります。はい、やったらやっちまったのコーナー。今日は秋潤さんから投稿ですね。で、またハイマチックなんですよね。やったらやっちまったのやったらに投稿します。ミノルタハイマチックのリベンジ品が6月19日に届きました。ハイマチックと 7S とセットで1200円、送料1400円、 T ポイント1000円使って1600円の勝負に出ました。箱を開けると2台は革のケースに入って、まるで青森の空気に早く触れたみたいでした。取り出したらやばいことに、綺麗な上にシャッター切れるし、レンズのガターないし、
ハイマチックはセレンも生きてる。セブン S は電池切れで EV メーター不動ですが、テンション上がる状態です。強いて言えば、ファインダーが汚れてて、ハイマチックの方のシャッターレバーを外してみましたが、前回の悪夢が蘇りやめました。全持ち主様の分も大切にしていこうと思います。ということですね。ファインダーがちょっと曇ってるのが、まあ残念な答えではありますが、ちゃんとね、動くハイマチック、安かったですね。で、ハイマチック 7S の方も、電池をね、F1N から、外して入れたら EV 系もちゃんと動いてます。どちらもちゃんと動いたっていうことですね。よろしかったですね。秋田さん、おめでとうございます。はい、今日の動画はこんな感じになっています。今週の動画はね、これで終わりになっていっちゃうんですね。でね、今、取り上がりが2台出たんですけど、とりあえずは、オートハーフ。まあ、前回ね、失敗しました、オートハーフと、あとね、キャノンの EF のね、フィルムが、取り上がっております。ちょっと面白いフィルムで、ね、撮っておりますんで、また来週の動画をご期待ということになりますね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いしますね。コメントはね、全部一応返していく予定になっておりますが、ちょっと苦しんでおりますけどね、必ず返していきますので、見落とした場合は除くですけどね、頑張って、返信していきますので、投稿をお願いします。でね、チャンネル登録の方ね、今月結構な好調ですね。先週40人ぐらい増えたんで、160人ペースということになるんで、かなり好調の、状況になっております。いろんな人にね、なんかヒロさんからも紹介されたということでね、ちょっとまだ確認してないんですけどね、確認しなきゃいけないなと思ってるんですけど、本当にありがとうございます。でもね、また次の動画でね、お待ちくださいませ。それでは、最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。